皆さんご機嫌いかがですか？イギミンです。今回はユーマルシェが行っている時計修理に密着したいと思います。修理に出す時計はこちら。大切なコレクションの中からロレックスデイトジャストを預けます。どんな風に綺麗になるのか楽しみだな。時計を見ながらパソコンに入力したり、紙に何か書いているね。到着時の時計の状態を見て、サーバーと修理依頼表に記録しています。裏蓋、ベルトなど細かくチェックしているんだね。具体的にどこを見ているんですか？ベゼル部分の傷や打痕、ガラスの傷、ケースや時計全体の傷、裏蓋の傷や汚れ、開け傷などを見ます。なるほど、そういう情報を入力したり書いていたんだね。パソコンは社内のサーバーで一元管理、修理依頼表はお時計と同封して修理室に行きます。情報管理や時計の保護もしっかりしているんだね。まずはベルト、裏蓋を外していきます。機能チェック、異常がないか確認します。リューズの状態を確認。分解していきます。西ヶ谷さん、僕の時計どこをチェックしてるんですか？歯車の上下の補助の摩耗があるかどうかを見てます。要はいわゆるここの上下ね、ここが油が切れちゃったりした状態で動き続けると、どうしても人工ルビーなんでこっちの方が硬いので、そこの部分だけ減っちゃう。減ってたりしたら交換になります。部品の一つ一つを見てくれているんだね。これ今電マイが巻かれている状態なんで一回ほどきます。まず見るのはこの添付のヒゲゼンマイっていうのが触れてたり変身してないか。各車の縦のはがき穴石っていうのを上下立てて調整します。アンクルの状態も確認します。どんどん分解されていくね。これね、汚れてるんですよ。で、それを一応汚れなのかサビなのかとか、そういうのも一応チェックをしてるんで、パーツを戻しています。確認作業が終わったようです。パズルのように複雑ですね。僕は不器用だからできなさそうです。西ヶ谷さんが見積もり時に気をつけていることは、分解から戻していくまでパーツを傷つけないこと。特に組み立てでは一つ不具合があるだけで全体に影響するので、都度動作確認をしていくそうです。何かチェックしているね。これは修理室で書く見積書です。お時計の状況や処置内容を記入しています。この内容をもとに担当者がお見積もりをご連絡します。到着時の状態や修理内容が詳しく書いてあります。交換品の説明などとっても丁寧だね。
オプションはどうしようかな。メールを早く返さないと修理は進んじゃうのかな。お返事は2週間ほどお待ちしています。ゆっくりお考えの上ご連絡ください。明確な見積もりで分かりやすかったですね。オプションのポリッシュもお願いしました。後編はオーバーホール、お楽しみに。